東口戸田公園駅は埼玉県戸田市本町4丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JA18。当駅に乗り入れている路線は線路名称上は東北本線であるが運転系統上は埼京線として案内される。埼京線は当駅から大宮方面が大宮支社の管轄となる。島式ホーム一面2線とその外側に2線の 通過線を有する高架駅である。快速の停車駅ではあるが、通勤快速は通過し、平日の朝夕ラッシュ時には一部の各駅停車が通勤快速を退避する。なお、本線を走行する列車は平日ダイヤの通勤快速と回送列車のみである。高架下に駅舎があり、出入り口は駅舎の北東と南西側にある。直営駅であり、 管理駅として、戸田駅、北戸田駅を管理している。緑の窓口、指定席券売機、自動改札機が設置されている。なお最強線通勤快速通過駅では、唯一の緑の窓口設置駅である。a ックス導入前までは、ATC のシステム上、当駅に停車する電車は、ホーム進入前に、時速 25km 以下に減速してから再加速し、 分岐器を通過するため、車内が大きく揺れることがあった。1番線は、戸田市下である、アーわが戸田市、2番線は、定築性の発車メロディが使用されている。ステーションカラー1985年9月30日開業の最強線の各駅には駅ごとに、色が設定され、JR 以降も引き継がれている。当駅のカラーは水色である。 2020年度の1日平均乗車人員は26,373人で、ある。赤羽駅大宮駅間の通勤快速通過駅の中では最も乗車人員が多い。毎年8月第1土曜日に、国道17号本線の戸田橋と新大宮、バイパスの笹目橋の間の荒川河川敷で、開催される戸田橋花火大会開催時には、ホームコンコースともに混雑する。 駅構内からの見物を防止する目的で、開催当日は、ホーム上に設置されているベンチに段ボールをかぶせる、ことで、利用不可としている。また、あまりにも滞留する乗客が多くなると、入場制限が行われる。また、改札横の丸亀製面内に簡易改札口を設置して、臨時改札を設ける。開業後の1日平均乗車人員の推移は、可表の通りである。 年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた少数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。駅名の由来である戸田公園は荒川の水を引き込んだ戸田ボートコースをはじめ、荒川の河川敷に広がる野球用のグラウンドなどの総称である。 駅の周辺は主に住宅地である。西に約1キロメートル離れて、工場、倉庫地区がある。戸田オリンピックボートコースまでは南に約4 0 0ルほどだが、コースの西端にある戸田協定場は駅から約2キロメートル西にある。戸田市役所など、行政の中心は、隣の戸田駅の方が市金である。しかし、当駅の方が、 乗車人員が多いことや快速が停車することなどから JTB 時刻表では当駅が戸田市の代表駅とされている。コミュニティバスも含めて全て国際工業バスにより運行される。駐車区出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。